ソニアくん、さくらくん、とんだトラブルでしたね。こんな形でチャレンジャーが消えていくのは寂しい限りだが、大会はフェアでないとね。ビート選手の試合で実況が言っていたけど、身寄りがいなくて引き取ってくれた委員長のために戦うって、ふう、遺跡は無事かしら。アクシデントによって日の目を見た遺跡。ガラルのどんな伝説を伝えている？うん、英雄よりもはるかにポケモンらしき存在が目立つ。しかも2匹のポケモンが使っていたかのように剣と盾を持っている。他に気になることは？そうなんだよ、英雄は2人なんだよね。だとするとスボミーインデの英雄の像はなぜ一人だったのか。英雄の像よりも古いタペストリーよりも昔に作られた遺跡がより真実を伝えているはず。ということは、だと思う。いつしか剣とポケモン、そして盾とポケモンは同じものとして扱われ、歴史の影に消えていった。英雄は若者二人、剣と盾はそれぞれポケモンだった。でも真実を伝える遺跡は芸術的な絵で隠された。一体どういうことかしら。ありがとう、あなたのおかげで大発見ができたかも。いつものこれを分けてあげるから、あなたもジムチャレンジファイト。今度はアラベスクタウンだよね。Learning part. い、い、This is a kanji of い。
音読み、い。遺産、legacy or inheritance。 遺伝、heredity。 throw away、 leave、 forget、 lose、 eight、 This is a kanji of eight. Onyomi eight.英雄、hero、 英語、English。 Excellent。Honor.